初雪さくら。はいどうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、初雪さくら、あやルートじゃないですね、夜ルートパート2ですね、続きからやっていきたいと思います。先輩、ちゃんと言ってくれたかな。なんでこんなに気になるの。まあ、紹介した以上双方に責任あるし、というか藤枝さんのことをよく知らないのにこんなお世話しちゃって、私も面倒な性格してるよ。あずまちゃん。あ、やっほー。どうしたの、なんか悩み顔だね。そう見えました。あのですね、実はってん、頼まれてホイホイ承諾しちゃったけど、玉木先輩のこと失念してた。あの、玉木先輩に聞きたいことがあるんですが、川野先輩と付き合ってるんですか。え、なんで。なんでって、恋人同士ってわけじゃないんですか。恋人同士、全然だよ。そうなんですか。うん、やっぱりよくわからない人だ。あの、前々から聞こうと思ってたんですが、玉木先輩、川野先輩のことをどう思っているんですか。川野くんのこと、なんだろう、そんな真剣に悩んでいただかなくても、いや、悩んでいるのかちょっとわかりませんが、ただの仲のいい友達ってことでもいいですけど。あずまちゃん、兄弟いる。弟が一人、でも本当はお兄ちゃんが欲しかったんですよね。それ、川野くんはなんだかお兄ちゃんっぽい。同じ年じゃないですか。そうらしいけどね。うん、わからないでもないような。いざという時は頼りになりそうですしね。あの、それでですね、そのお兄さんをですね、とある女の子に紹介しちゃったんですよ。え、私頼まれたらとりあえず聞いちゃう方で、だけど後でいろいろと考えてよかったのかなって。それは心配だね。なんか相手の方を心配してそうですよね、初雪じゃなくて。え、あ、やっぱり先輩のこと。女の子が心配だよ。ですよね。え、川野くん、初対面の子にも全く容赦なくセクハラするから、気の弱い子だと泣いたり心に傷を負っちゃうかもしれないよ。いや、でも先輩ってそんな見境なくない。なくもないかもしれない。基本どこにどういうスイッチあるのかわからないですね。だよね。心配だ。だよね。日曜日、東に頼まれた時はどうせ数日経てば忘れるだろうと思っていたが、予想外に覚えていたのでしょうがなく待ち合わせ場所に向かう。すっぽかしたらきっと東がキーキーうるさいからな。それを考えればちょっと会って帰るぐらいのローは我慢するとしよう。なんで俺は東のやつにこんなに配慮しているんだ。シャワー室の一件か。別に東が表沙汰にしようってわけじゃないんだし、無視していればいいだけじゃないか。そもそも俺はやつのために反魂香を回収してやったんであって。あの、あ、川野先輩ですよね。ああ、あの、今日は無理言ってごめんなさい、巫女の都合で。こいつか、俺に会いたいとかいう水凶なガキは。迷惑ですよね、いきなりこんなお願いして。本当にな。え、あ、で、気は済んだか。は、会えって言うから会った。これで気が済んだか。それ以外に何するってんの。何こいつ。私、ミク、昔お兄ちゃんを、二つ上の兄を事故で亡くしているんです。優しいお兄ちゃんだった。体が弱かった私に付き合ってくれて、いろんな話をしてくれた。びっくりしたの、東ちゃんと話してた川野先輩を見て。だって
その横顔があんまりにもお兄ちゃんに似てたから。そんなはずないのに。いくら似てるからって関係ないのに。バカだよね。そうだな、バカバカしい。あ、あ、うん、先輩の顔が頭から離れなくて、あずまちゃんに無理を言って引き合わせてもらったの。ちょくちょくね、あのミクってこの本音が垣間見えてますよね。バカだよね、私って本当。でもこうして会ってみたら、先輩優しくて、ますますお兄ちゃんみたいで、時々眉間にシワを寄せる癖とか、鼻をかく仕草とか。会って数分で何言ってるんだお前。どんな感じですかね。最悪ですね。いつものごとく仏頂面の川野くんの周りをけなげに話しかけている女の子という図です。若干玉木先輩と川野先輩を思い出して心が痛いです。え、私あんな感じなの。だいたいしくしく。それは涙を誘うね。まあそれでお互いがいいならいいじゃないですか。周りからどう見えてようと。でも最近ちょっと無視されてるんだよ。話しかけてもツーンって。あの人のすることをいちいち細かく気にしていたら身が持ちませんよ。そうかな。それでミク、あのもしよかったら先輩のことお兄ちゃんって呼んでもいい？なんで、ああ何言ってるんだろう。初めて会った人にこんなこと、迷惑かな。あ、なんでもない。あのな、兄に似てる、兄に似てるとか言われても迷惑なんだ。他人の空になんてたまにあるだろうが、同じ人間は二人いるわけがある。アルバムでも開いて思い出掘り返すくらいにしとけばいいんだ。他人に妙な感傷を見出したって相手はどうすればいいんだよ。他人を重ねられて。どういう意味。嬉しい。お兄ちゃんもそうやってミクのことたくさん叱ってくれた。別に叱ってない。てめえの兄の記憶なんて重ねられても迷惑だって言ってんだよ。キモい。キモい。なんだい、なんちゅうブスな顔してんだ。ブス。我慢よ。こんな時こそ可愛く我慢よ。ミク、プリプリ。プリプリ。いや、そんなことを口に出して言う女の子いるんですね。あ？プリプリ。なんだよ。プリプリ。怒ってるんだよ。プリプリ。ビビった。うんこでもしてんのかと思った。あ、もうお兄ちゃん何言ってるの。女の子にやめてよね。プリプリ。プリプリ。思いのほかうざいやつに捕まっちまったな。あずまめ、変なの押し付けやがって。声に出てるよお兄ちゃん。なんなのこいつ。私のお兄ちゃん攻撃にこの態度、ホモなの。ホモなのね。キー。一体どういうつもりか知らないが、この後もこの調子で付きまとわれたらうざいことこの上ないな。適当に 2,3 発殴っておくか。しかしビービー泣かれたり脱粉されたら脱粉で、面倒だな。ん、お前匂うな。くんかくんか。いや、ちょ、何するのよ。やっぱりお前、はい、ハンゴン香の匂いがする。なんか怪しい雰囲気になってきましたよ。お前、え、お前ハンゴン香をつけていたことがあるな。一体何を企んで俺に近づいた。いいから教えろ。やばい、メロメロにしすぎた。始まった。止めましょう玉木先輩。あれ、玉木先輩、
こんな時になんで寝ちゃってるんですか。ああ、もう、私が止めないと。ストップ。あ？あなた、アズマ。それ以上はダメですよ、先輩。男の人ですから、ムラムラ来ることはあるんでしょうけど、犯罪ですから。ああ、ごめんね、藤枝さん。先輩、たまに発作が起こって、こういうことしちゃう困った人なんだよ。驚いたと思うけど、悪気はないの。多分、一種の病気みたいなものだから。何言ってるんだ。それどころじゃねえんだよ、こいつに。触らないでよ。もうたくさん。なんなのこの人。空気読めないし、口悪いし、耳も悪そうだし、頭おかしいし。あなた、よくこんな人とまともに付き合えるわね。まともに付き合ってるつもりはないけど。おいガキ、随分な言いようだな。こっちはてめえのわけのわからん都合で休日潰してるんだぞ。バーカ、ちょっとからかってみただけだし。ああ、私があなたみたいな危ない人に好き好んで近づくわけないじゃん。東ちゃんと仲が良さそうだから、私がちょちょいと誘惑して、そしたら東ちゃんが泣いたりするかなって思っただけ。そしたら予想外に行かれててびっくりしたわ。ルイは友を呼ぶってやつだよね。ちょっと待って、藤枝さん、今のどういう意味？もしかしてえらい面倒なことに巻き込まれたのかもしれないな。この際二人とも張り倒してさっさと帰ろうか。ん？あれは？私と仲が良さそうだから邪魔？なんでそんなことするの？なんでって復讐。え？驚いた？川野初雪、なんなら教えてあげようか、この女がしたことを。あれ、いない。本当に何なの、あの男。待て、このハサクや。制服なんか着やがって、そんな格好もできるのかい。何をしている、こんなところで。ゴーストがいた。なんだと。もしかしてリンクでちょくちょく 見かけていたやつか。あれは危険だわ。それは危険だろう。川野初雪。なんだよ。東ユル、彼女に関わるなら用心した方がいい。かなり危ういものが彼女の近くにいる。それに彼女自身も少し様子がおかしい。深入りするなら慎重にやりなさい。なんでてめえにそんな指図されないといけないんだ。そもそも俺は別に奴を進んで、別に奴に進んで関わるつもりなんてない。ただ同時にあなたにはわかるかもしれない。聞けよ。わかるかもしれない。何がだよ。ランという少女の正体が。なんだと。あなたは私を撃ち復讐を果たせば彼女の魂が蘇るなどと考えているらしいけど、それはとんでもない勘違い。そんなこと、てめえにペラペラ言われることじゃない。ランの魂をてめえが奪っていたんだ。魂は奪ったり戻したりできるようなものじゃないわ。あなたがランと呼んでいた少女もまた魂を失ったのではなく、あるべき姿に戻ったというだけ。何を言っている。あれがランのあるべき姿だと、どういう意味だよ。それはあなたが自分で見つけるしかない。じゃあ待て。くそ、見失った。そういや東たちはどうなったんだろう。まあ結局奴らの個人的ないさかいに俺が巻き込まれたようなものか。女ってのはなんで何をやるにしてもあんなに回りくどくてめんどくさいんだろうな。気に入らないことがあるなら殴り合いでもすればいい。まあ俺には関係ないことだ。あんな猫かぶり女に何があるってんだ。藤枝さん。え？私が何って。え？私がしたことを教えてくれるんだよね。あれ、
いや、何があったんですかね。東先輩が学園に出てきていない。なんかすごい久しぶりな気がしますよね、望む見るの。週明けから欠席で、もう3日も無断で休んでいるらしいぜ。そうなのか。初雪と出かけていたらしいんだけど。チロリ。そうなのか。川野くん、自分のことでしょ。まあそうだな、分かってるよ。あったよ。アズマちゃんに何をしたの。何もしねえ。むしろ俺が巻き込まれたようなもんだ。巻き込まれたってことは何かあったの。時々鋭いやつだ。ふっ、さあな。というかお前もあの場にいたんじゃねえのか。え、なんで知ってるの。さあな。アズマちゃん優等生だから、ほとんど遅刻も欠席もないし、無断で休むとかありえないって友達が言ってたよ。アズマちゃん心配だよ。アズマちゃん、アズマちゃんってめえ、奴の何なんだ。アズマちゃんはなんか私に優しくしてくれたし、プレゼントのお返しとかすごい可愛いのくれたし、先輩先輩って慕ってくれたし、いい子なんだよ。アズマちゃんに何かしたら、たとえ川野くんでも、俺でも、バニール。アズマのやつ無神経だから、玉木みたいなとぼけたやつとは気を使わなくて楽なのかもしれないな。口に出てるよ。ふっ、だったらお前が様子見に行って何かあったら励ましてやればいい。私は、私そういう細やかな気遣いとか苦手だから。感動した。お前からそんな真っ当な言葉を聞けるとは思わなかった。少しは自分が客観的に見られているんじゃないか。ありがとう。しかし俺ならそういうデリカシーがあると思ってるのかい。川野くんならできると思うよ。川野くん、空気は読めないけど人の弱いところはちゃんと分かってると思うから。へえ。それでなんだかんだひどいこと言いながら、そこは触れないようにする優しさがあるから。お前が俺にどんな美しい幻想を見ても自由だけどな。まあお前よりはな、空気読んでるよ。というかお前がたまにやってるバニーうんぬんって正直寒いよな。それだけは言っちゃダメ。気が向いたら様子を見に行ってみるよ。気が向いたらじゃなくて。はい。東が休んでるね。何かあったとしたらそれはあの後だろうか。この葉咲夜の姿を見つけて場を離れてしまったが、あの新宿林にどうにかされるほどやばいやつとも思えないけどな。まあさすがに俺も何があったのか気になる。結局東がどうして反魂香なんて身にまとっていたのか、どこから入手したのかも分かってないしな。どうせ冬の終わりまでやることもないんだ。探偵まがいのことをしてもいいだろう。さて、やつがいそうな場所といえば、練習用リンクだ。学生を中心としたスケートサークルか何かの連中がお行儀よく練習している。東の姿はない。思えば改めてここを調べてみたこともなかった。反魂香を回収してこちらに関係もなさそうと思って放置していたが、ん？冷たい空気の中に異質なものを感じて俺は立ち止まる。匂いだ。反魂香の匂いではない。これは、この匂いは血の匂いがしやがる。最近ここで流血事故でもあったのだろうか。人のそれとも違う気がする。というか意外と近いところから匂ってくる。玉木でも連れてくればよかったな。何を考えているんだ俺は。奴とこれ以上必要以上になり合うことはない。しかしこの葉咲夜の言葉が気になっていた。東の近くにいるゴーストを追っていけば蘭のことがわかる。でたらめだ。俺を惑わそうとしているんだ。血の匂いが鼻にまとわりつく。一旦気になりだすとどうにも匂ってしょうがない。この辺からなんだこれは。さすがの俺も見つけた瞬間に後ずさってしまった。ベンチの下に隠されるようにそれはあった。カエルの死体。これはグロいな。
勝手にくたばっているという感じじゃない。何か鋭利なもので腹をかっさばかれたように見える。なんでこんなところで。ああ、カエルに何してるんですか。何もしてねえよ、見つけただけだ。カエル殺して何を。だから俺じゃねえと言ってるだろ。殺すぞ。あの行儀の良くない面はリンクの上に知った顔を見つけた。おい、ん？いや、いつかの彼氏じゃない。いつか練習中の俺と東に因縁をつけたオレンジ頭だ。今日は彼女と一緒じゃないの。こっちは練習用のコートだぞ。なんでてめえらみたいなのがいるんだ。大学生のスケートサークルだけどね。おい、東について知っていることを教えろ。東？ああ、彼女のこと言っていただろう。呪いの姫がどうとか。なんであいつが呪いの姫なんて呼ばれているんだ。あの時も言ったけど、本人に直接聞けばいいじゃん。てめえらと違ってデリカシーってものがあるんでね。笑わせる。まあいい、教えてやる。つっても俺だってリアルタイムで知ってるわけじゃないからな。概要だけだぞ。あの女はな、世界選手権の選考会だがで、ライバル選手を呪って怪我させたんだとさ。呪って怪我をさせるだ。いつの時代の話だ。呪いで人に危害を加えるとか本気か。しかし実際に選手が大怪我をしてそのまま引退しているんだ。へえ。で、東は代表になってウハウハか。そんな様子でもないけどな。続きがあるんだよ。東夜はそのまま参加したんだけど、同じように怪我をしたらしいんだ。それでそれ以降大きな大会からは遠ざかっているらしい。よく言うだろう、人を呪わば穴二つって。よくできたもんだよな。当時はアイスダンスがオリンピック競技に採用されたこともあってブームが来てたんだとさ。それだけに一部では結構騒がれてたんだぜ。ふーん、話半分としてもあずまめ妙なところで有名人だったんだな。とはいえうちの学園で知ってるやつなんていないみたいだけどな。ガキの耳に入ってくるほどじゃなかったってことか。なるほど、まあそういう噂があったからこそなんですね。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。